はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日はナナミン使っていこうかなと思います。初期 SSR キャラクターというわけで、ギョーが登場してからこのナナミンの影薄すぎる。もう全く使ってへんと言っても過言ではないんですけども、まあ、この度ね、情報修正されまして、はい、ただ、今回情報修正もらったキャラの中で一番しょうもない情報修正ちゃうかっていう、あのマキさんの下を行く地味さ加減というか、情報修正されたことすら知らん人も多いんじゃないかなっていうぐらいの、キャラなんですけども、地味に情報修正もらってるんですよね。まあ、毒が強くなったかっていうと、会心と黒線が出た時のダメージが上がるという、何それっていう。あの、目に見えて分からへんねん。マキさんとか、あとジョーゴとか、その辺はパーセンテージが変わってるんで分かるんですけども、ナナミンはね、あの、何がどう変わったかっていうのは全く分かんないんで、あの、これはちょっとやってみんことには分からんなというわけで、ぜひに頑張っていこうかなと思うんですけども、レベル103なは申し訳ない。 HP17500、 体術4700、術式6400、必殺ゲージ1500、コマンドスキルレベル7、持続0消費して、体術術式 66% ダメージ、そんでもってレベル7、持続10消費して、会心 72% アップ付与4ターンと、ブレイクダメージロー 72% アップ付与4ターン、そんでもってレベル8、持続30消費して、体術術式 194% ダメージ、そんで必殺技がレベル7、全体に体術 399%、 術式も同じくダメージというわけで、まあ、複合系ですね。はい、そんでもってオートスキルが、バトル開始から9ターン目開始時、持続30回復、必殺ゲージ200回復、術式 30% アップ付与1回。こう見たらやっぱり、テコ入れせなあかんところめっちゃあるよね。これなんでこの時間外ロードの術式アップ1回だけなん？なんでなん？ 1 回なんか打ってもうたら消えんねんけど、ここ永続でよかったんじゃん。ここ永続にするだけでもまあかなり強い強化になったんじゃないかな。なんでそんな会心と黒線が強くなったんか全くわからへんねんけど、まず次に使っていこうかなと思いますが、読んでいくなんじゃん。10章の2話というわけで、個人的に弱いと思う。うん、このナナミンの修正は、まあ分かりきってることではあるんですけども、もしかしたら強い可能性もあるんで、てなわけで、まずは持続ゼロ技ダメージ以下ほどっていうわけで、クリティカル出てほしいな。どんだけダメージ変わるかっていうのを見てみたいところではあるんですけども、2万でしょ、普通やったら2万入ります。これがクリティカル出てどうなんだっていう、ところではあるんですよ。そんな変わんのかな。クリティカル出てくれ。クリティカルの確率どんだけか分からへんねんけど、なんでお前が出たなんで塾長がクリティカル出しとんねんな。全員に言ったんちゃうねん、塾長ちゃんな。僕はナナミンただ一人に言っとんねん。頼むわ本当に。そう、先にこっちからレベルじゃなく持続30技、これはランダなんでワンチャンクリティカル出るんですけども、まあいかほどというわけで、はい、おー、あ、黒線で5万も入んの。え、ちょっと待って、今10万9万入ったで。え、ちょっと待ってや、なんか可能性が見えてきたぞ。ちょっと待ってや、今の10万出た持力30技バフなしで、バフなしで10万出た。普通やったら6万3000か、普通でも6万3000入んのか。まあ頑張ってんな。そうです。強いんか、まさかの、まさかの強い。バフなしで10万飛ばすのはさすがに強いねんけど、ここ4万、あーっと待ってくれ、これ強ないか。ナナミお前実は強なったんか。これ黒線何パーセントアップ、あらららら。あ、黒線 200% アップなん。黒線 200% アップ、黒線率2倍ですね。今4倍ですわ。あ、そりゃボコスが出るわな、黒線。あらら、ちょっと待って、強いんか、ナナミ強くなってる感じする。え
だって10万とかバフなしで入んで。え、そうです。じゃあちょっと必殺技ぶち込んでみるか。必殺技掘り込んで、そうやな、ここ突破して次開幕打とうで、会心も発動しやすくして、これでがっちり軽く見ていこうかなと思うんですけども、このバフは4ターンかかるんで、必殺打つまでに3回重ねかけできますね。あ、時間外労働になっていきまして、これはそうやな、まあ次でいいかな。ここの雑魚一人の方がダメージは見やすいけども、まあ次ちょっと雑魚処理したいんで、次攻め込んでいきましょうかね。これ回想スキル発動、まあ1000でええか。最初は普通に、通常の火力みたいんで、はい、来ていきまして、さあここでどんだけダメージ入るか見ていこうかなと思うんですが、はい、これがナナミンの数の火力ですね。おそらく会心は確定やと思う。ダメージ以下ほどっつうわけで、ブチン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 、今なんか結構入らへんかった今結構入らへんかった。26万か。バフなしで26万か。バフなし、階層なし26万。え、ちょっと待って、強ない？え、強いんか、ナナミン強いんか、お前な。もしかして強い？会心と国戦出たら11万。国戦出たらやっぱりお話が違うな。ちょっと待ってね。これは、塾長のバフで、まだちょっと判断には欠けんねんけど、なんか強そうな感じ。5万。なんか強そうな感じしてんで、これ。塾長のバフ3回目。次の次で、あれなんで、ほい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 。ここで塾長のバフ最大ですね。これで、クリティカルなしの火力を見たいな。クリティカルなしでどんだけ入るんか見たいんですけども。はい。はい。クリティカルなしで20万ですわ。クリティカルなしで20万のところを、国戦とから出たらどんなことなんやろ。1打約5万やわ。うん、1打約5万ですね。なのでこっから国戦が出たらどんなことなんねんっていうのを見たいんですけども、国戦出てくれへんかな。国戦目標はクリティカル、8万乗ったか。っていうことはクリティカル出たら約ダメージ2倍なんのか。お、あ、そうですか。あ、そうなん。じゃあめっちゃ強なってんねんけど、じゃあめっちゃ強いっていう手のひらくるんくるんなんですけども、まあこれは、全体を掘り込んでいきましょうか。まあちょっとバフも積んでいきまして、ブーチンと、あら、すごいダメージなんかえらいほどダメージ入った。やっぱりバフ積んだらまあ50万くらいと、まあまあまあ頑張ってるんじゃないかなと思うんですけども、これで階層掘り込むか。階層掘り込んで、この呪力30どんだけ入るかなんですけども、黒線とかバンバン出てくれへんかな。これいかほど。15万。おお、え、黒線出たら1打15万入んの。これ4打やから、4打全部国戦出たら60万入んの。え、うっそ、え、マジで言うてる。そうですか、それは強いで、さすがに。15万14万39万。え、ちょっと待って、意外に強なってるやん。そうですか。まあ運は必要やけども、国戦出たらめっちゃ強いわこれ。あ、そう。これどう？いやいや、14万、1打14万でも国戦出たら。じゃあ、めっちゃ強化されてるわ。あ、そう。最大約60万ぐらいは入んのか。うふ。あ、そうですか。じゃあ、ちょっとこれは、
防御なんか関係ねえのゴリゴリのやつやってみるか。あ、七海に重複してるんで、これ西宮なんですけども、これでどんなことなんねんっての見てみる。七海はやっぱり持力30技をぶち込んでいくだけで、まあ強いんで、これ黒戦とか会心とか出た時は化け物なんな。あ、そうですか。結構いい調整はじゃあもらってんのか。目には分からへんけども、パッと見分からへんだけで、言うてまあ頑張ってるやんっていう感じなんか。なるほど。これ一発、会心アップ積もう。一発会心アップ積んで、出しやすくして、これ七民でさ、この自強化積む全く選択肢なかったけども、これから積んでもええな全然。これで、あ、だって15万出てんもん、クリティカルで。あ、そうですか。多分ね、ダメージ計算的にはクリティカルの場合は2倍で、黒線の場合は3倍かな。そんなダメージ違う？そんなダメージ違う？28万。1打28万入ってんねんけど。1打28万ってマジで言うてる？1打28万は絶対ちゃうで、その火力。嘘やろ。まあ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 、黒線出えへんかったら普通のいつもと変わらんねんけど、黒線出たらダメージやばいな。多分黒線の場合はダメージ3倍やな。黒線、うん、出えへんか。ただここまで育ったら40万ぐらいは軽く出るな。なるほど。これは連携打と、連携打ったら、黒線出やすくなるんで、これに関しては、掘り込んでいきまして、これ黒線出てくれません。まあ出たとしても、あのわっちゃわっちゃしてるんで分からへんねんけど。あ、分からへんわ。ただ1人につき12万ぐらい入ってんな。いいね、七海。まあまあいいんちゃう。はいと、120万全体。まあこんだけ育てたらそりゃそれぐらいのダメージは出るか。これ黒線マジで出てくれへんかな。ちょっとバフ積もう。自強化バフアホほど積んで、会心とか出しやすくしよう。これで相手ブレイクしてるんで、このパーティーペラペラなんて、こういう時じゃないと死んでまうわ。はいと、これで2回重ね掛けしたんで、開始は約2倍ですね。これで持力三次技掘り込んでいきまして、黒線会心ふんだんに出てくれへんかな。頼むわ本当に。30万19万27万。あららららら、らこれやっぱりめっちゃ強いぞ。めちゃめちゃ強なってんねんけど、ダメージ3倍やねんけど。めっちゃ強ない、ななみ。27万28万26万28万100万。あららららららら、ら、ちょっと待って、この火力、この火力面白いもんがあるな。そうですね、会心は多分ダメージ2倍から 2.5 倍ぐらいかな、の間に収まってるわ。黒線は3倍から4倍出てるんじゃないかな。これちょっと待って、めっちゃ強いぞ。こうなったらちょっと待って、ななみ、めっちゃ強いで。うっそ、こうも変わる。黒線とかのダメージアップするだけでこうも変わるか。目に分からんだけで、そう、これはなかなか面白い強化もらいましたね。これなんか今後黒線率アップとかの階層とかが出てきたら、このナナミンちょっとあるかもしれんで。これ27万入ってんもん。通常が8万から9万で、黒線出たら27万超えるんで、やっぱり3倍ぐらいやな。ダメージ3倍ダメージ3倍ダメージ3倍なってんねんけど、28万やで。えぐすぎる。
なんじゃこの強化、アホみたいな強化もらってるやんこれ。ナナミンちゃん、ナナミンちゃん、これはどんだけしょうもない情報修正とはゆえ、これは使ってみんことにはわからんな、ほんまに。これ何歩入った？ダメージ全体に約、あ、まあ140万ぐらい頑張ってるね全体も。まあここまで育成したらそりゃそうやねんけど、これ国勢のダメージちょっとビビり散らかしてるわ、出すぎ。10に普通で50万やねん、うん、普通で50万、12万ちょいが4打なんですけども、今回想状態で。これで国戦出てくれへんかな、国戦出ろ国戦。いやー出えへんか、ちょっとダメージの感じみたい、あーバフしもた、まあ、や別にダメージの感情みたい、国戦出ろ国戦、頼むからこれ国戦出てくれへん。クリティカルも出てくれたら嬉しいんですけども、いやただまあまあまあ普通やったら10万ぐらいってことかな。え、ちょっと待って、めっちゃ強ない？ななみんちゃん、ななみんちゃん、え、結構いい強化もらってんなこいつ。27、やっぱり普通9万の国戦27万やからダメージ3倍やわ、ダメージ3倍ってやばない？